どうも、どうも、東京の影ーありがとうございます、ね、ちょっということで、今日は嬉しいお知らせがございます。嬉しいお知らせ、それは何かというと、便秘が治りましたーっていうのは嘘です。それじゃないんです、ね。今日はですね、米子さん。米子さんっていうね、チャンネルを紹介する、紹介、チャンネル紹介動画みたいな感じのやつをやって、いるんですね。チャンネル実況みたいな感じなのかな。それでね、川野田チャンネルを紹介していただきました。ありがとうございます。ということでね、やってくださいました。私の動画ですね。見ていただいて、なんかちょっとお話をして、ポメコさんがね、喋ってるのは、私はあれは、駿河屋さんで買った、DS の福袋の、そうね、動画を見てね、いろいろ言っていただいて、なんか面白い感じに仕上がっていまして、これはもう皆さんにぜひ見ていただきたい。これはなんていうんですかね、紹介動画を紹介、紹介動画を紹介してくれてる、ポメコさんの紹介動画を、俺が紹介するっていうね、なんか早口言葉みたいな、紹介が紹介する、紹介して紹介みたいなね、少々みたいな感じがボワーって出てきてますけども、これやっていただくとね、面白い感じにやってくれて、もう本当ね、ありがたいです。ありがとうございます。もう本当ね、いつか、もう本当にいつかですね、なんかね、素敵な声なんですよ。コミコさんが。だから俺も、なんかこうね、負けずと、素敵な声で、二人でやりたい。みたいなね、ケイクバンドです。ケイクバンドです。みたいな感じで、こうちょっと盛り上がる感じのコラボみたいなのもね、いいんじゃないでしょうか。もうほんと何かあれば、もうほんと、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、行こうと思います。はい。ね、ぜひ、面白いんで、まあ、他の方、俺以外にもね、他にもね、たくさんね、面白い方がいっぱい打つとか、なんか、俺が面白いとか言うと、なんか、俺がなんか、こう、上から目線みたいな感じ、違うんです。俺より面白い人も、まあ、いっぱいいるからね、いろんなのが、多分ゲームの紹介とか、すいません、あんまり他の人も、まあまあまあ、ゲームとかね、ちょっと結構長いんです。で、なんで俺のとこで、いや、もうね、ね、ほんと、ありがとうございます。もう本当に言わない。もう感激でございます。スカウダ感激。感激。秀樹ぐらい感激してます。もう本当に。まあ、とりあえずそんな感じでやってますんで、皆さんもぜひ、とめこさんのも面白いので、ね、いろんな楽しい感じでね、盛り上げてくださってますから、ぜひともね、とめこさんのを見て、いいね、そして、チャンネル登録をしていただこう。皆さんにお願いしますっていう、ね。俺のはもう二の次で、とめこさんの終わって、もしあれだったら俺のもね、みたいなね、ことではいいんじゃないかな、なんて思います。何かこうね、企画をやっていただければね、嬉しいなという限りでございます。ね、もうあんまり喋りすぎてもあれですからね、皆さんよかったらチェックしてください。福袋開封ってただ開けてるだけじゃないんだよっていうところで、ないんだよ、西岡すみこだよ、みたいな無駄な話が多いですけど、まあまあいろんなね、福袋でも展開があったりしますので、なかなかね、面白いなってないのかななんて、一筋縄ではいかない感じになってないのみたいな、わざと仕込みじゃないかっていう感じになると思うんですよ。わざと、何これ、わざと仕掛けてるみたいな感じがあると思うんですけど、全然ないですから。それが駿河屋さんの福袋。ストレートにいかないみたいなね。見てくだされば、多分わかると思うんですね。全部言っちゃうみたいな。まあ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 、楽しいんですよ。それが、ね、ということでね、ポメコさんのやつを、チェックしてください。ぜひ、見ていただければなと思います。そしてこう、イラストもね、これポメコさん関係ないんですけど、イラストも、今募集中で、皆さん本当申し訳ない。コラボとかもね、やってますんで、ちょっと予算がないので、まあ、金がないんで、本当いろんなゲストの方とお願いしたいんですけど、金がないのでこっちから呼べねえと。
ね。だからもう本当、誰かもうね、もうノーギャラで、お互い、もうお金とか なくて、なしっこで、ね、一緒に何かやりましょう。楽しかった。いいんじゃないみたいなね。俺はもうおしゃべりばっかりですから。ということで以上です。なんかね、皆さんよかったらお願いします。で、なんか紹介してくれたりとか、その、いいですよ。ね。いいでしょ、いいですよ。ね。もう本当、なんていうんですか。あの人と、コラボしたら面白くないですか。俺、権利とかフリーですから。もうね、事務所にいないので、もう、勝手に俺の写真とか、もういろいろ全然使って全然大丈夫です。ね。マイターズの曲とかね、もうボンボンかけてもらっても全然いいし。全然いいし、そういうの。全然怒んないし、ね。怒んないから言ってごらんってならないから、全然。言っていただければもう全然、全然 OK です。みたいなね。そしたらまたそれはそれで紹介するし、ね。前あったのは、なんかね、ネットオークションみたいな、なんかフリマアプリみたいなね。俺ね、これプレゼントでこれね、みんな欲しいって人にあげてるんですよ、このバッジね。それがね、なんかね、300円で売られてたんですよ。おお誰か売っている、誰か売っているぞ、だからね、俺もせっかくだから、その人のサイト、これ、よかったら売ってますよ、買ってあげてくださいって、やろうと思ったら、もう消され、削除した。バレちゃったって思って、やめとこう。で、怒んないのに、ね、ちょっと。300円でもし売れたら、俺もじゃあ俺は250円で売っちゃおうかな、みたいなね。嘘です。嘘です。まあまあ、これね、どうでもいいんですけど、まあまあ、なんかね、楽しいことができればな、と思って、いろいろやってますんで、よかったらね、お願いします。もうちょっとね、俺からはもうほんと、金銭的にはちょっと辛いので、もうほんとね、この辺なしっこで皆さんちょっと仲良くしてくださいね。面白いことがやりたいだけだからほんとね。では以上でございます。どうも東京ども影ありがとうございました。なかなかすいません。じゃあもう褒め子さんの見てください。ありがとうございました。さようなら。東京のもかきホームランイエーイ、ありがとうございます。始まったぜ。虹をつかむ男だよ川野田。